こんにちは、ビアンキー運営のパパです。前回の動画に引き続き B ちゃんの VR チャットでのライブにデスクトップから遊びに行く方法を解説する動画です。前回は VR チャットにログインする方法でしたが、今回はログインの後ですね、実際にどうやって、ライブに参加するのかを解説します。前回同様できるだけ、再現をして収録してますが、細かいところ間違ってたり、皆さんとちょっと画面が違ったりする部分があったら申し訳ないです。多分大丈夫だと思います。もし詳しい方いらっしゃって間違っていたら、ご指摘をコメントとかにいただけると助かります。そして今回もですね、 VR 機器を使わずにパソコンから VR チャットに入る方法の解説になります。それでは早速解説をやっていきましょう。まず VR チャットの基本的な操作方法をやっていきます。デスクトップで VR チャットに入っている場合、マウスカーソルで辺りを見回すことができ、WASD で移動ができます。シフトを押しっぱなしで走ることができ、C で、座ることができます。そしてエスケープキーでメニューを開くことができますが、VR チャット今のところ日本語対応はしていませんが、慣れれば全然困らないので、そんなに身構えなくても大丈夫です。ざっと説明すると、ここがワールド、行きたい場所を探したりするところですね。そしてアバター、自分の姿を変えたりすることができます。ソーシャルはフレンドの情報などが見れて、フレンドが今いる場所に行くことなどもできます。セーフティは処理が重い場合に見え方などの制限をかけることができる部分です。Go ホームを押すと VR チャットにログインした時の最初のワールドに帰ることができます。リスポーンではそのワールドのリスポーン地点に戻ることができます。ワールドのどこかにはまって動けなくなってしまった場合とかによく使います。そしてセレクトユーザーですね。これ多分デスクトップモードだけ出てくるんじゃないかなと思うんですけども、ユーザー選択モードに切り替えることができます。そしてここ、あまり気にしなくても大丈夫だと思うんですが、VR チャット、今はアバターによって相手の一部を掴んだりすることができるんですが、それを一時的に停止をする部分です。そして大事なのはこの部分ですね。クリックするとマイク、自分の声ですね。これのオンオフがすることができます。メニューの右上のこの四角の部分を押すとメニューがでかくなって、さらに詳細な設定をすることができます。ただ今はそこは飛ばして次に行きます。まずはライブに行くためにおめかしをしようというところでアバターの変え方です。もう一度エスケープキーを押すとメニュー画面を閉じることができます。その状態でミラーと書いてあるところまで歩いてみましょう。今、ミラーに映っているのが今の自分の姿になります。アバターに関しては無料で配布されているものから販売されているもの、自分で作っちゃう人もいますが、まずは鏡の右側にあるこのアバターの中から好きなものをクリックして選んでみましょう。すると自分の姿が変わります。そのままメニューを開き、アバターをクリックし、右側のフェイバリットを押すとお気に入り登録ができて、いつでもそのアバターを呼び出すことができます。ここでアバターに関してちょっとした注意点なんですけれども、アバターには重たいアバター、そして軽いアバターがあります。ビアンキーのライブで同じワールドに数十人とかひしめき合った時に重たいアバターだらけだと、皆さんもビアンキー本人もめちゃくちゃ重たくなってカクカクになります。そこで基本的には僕らのライブに限らず、いろんな方のライブでもアバターに制限を設けている場合があります。自分のアバターの重さを確認するには、メニューからアバター、そしてカレントアバターをクリックすると、今はここにエクセレントと書いてます。この部分が自分のアバターの重さを表している部分になります。VR チャットでは重さはエクセレント、グッド、ミディアム、プア、ベリープアの5つに分類され、上から順に軽いです。例えばライブに行くときに告知を見ると、プア以下のアバターでお越しくださいとか記入している場合があります。その場合は自分のアバターがプア、ミディアム、グッド、エクセレントのどれかであることを確認しましょう。もしベリープアであれば別のアバターに変更してライブに行くようにしましょう。さてアバターも変えておしゃれができたら、ライブに行きましょうというところで、今度はライブ会場に行く方法です。 VR チャットでビアンキーのライブ会場に行く方法なんですが、基本的にビアンキーもしくは僕パパさんがいるところに自分も行くって言ったイメージです。もちろんライブ会場を選択して行くみたいなこともできるんですが、そこには僕もビアンキーもいないみたいなことがあります。VR チャットでは誰でもすぐに行けるパブリック、公共のワールドがありますが、そのワールドを自分で新しく作って自分だけしか入れないようにしたり、招待した人しか入れないようにしたり、自分のフレンドだけが入れるようにしたりすることができます。なのでビアンキーがライブをするときはパブリック、公共のワールドとは別に、僕かビアンキーが作ったワールドに皆さんに入っていただくことになります。それじゃあどうやったら B ちゃんのいるワールドに行けるのっていうところなんですけれども、
まずスムーズなのが僕とビアンキーとフレンドになりましょう。メニューからソーシャルを開き、左上のユーザーサーチをクリックし、ビアンキーか僕、もしくは両方の ID を入れて検索をかけます。そうして出てきた僕らを選択し、リクエストフレンドをクリックすると僕らにフレンド申請が届くので、こちらで承認すればフレンドになれます。 B ちゃんがライブをするときは B ちゃんがオンラインになっているので、ビアンキーをクリックしてアクションの中のジョインを選択すると、今ビアンキーがいるところに自分も行くことができます。もしくはリクエストインバイトというのをクリックすると、ビアンキーにあなたのところに行きたいので招待を送ってくださいみたいなメッセージがビアンキーに届くので、 B ちゃんが承認すれば移動することができます。ジョインやリクエストインバイト以外にもあるんですが、ジョイン、そしてリクエストインバイトが僕らのライブに参加するときによく使う感じになると思います。おそらくですね、ライブをするときはこんな感じで告知を出すと思います。このジョイン先がビアンキーならビアンキーにジョイン。僕であれば、パパさんにジョイン。リクインとかリクエストインバイトと書いてあればリクエストインバイトを送ってくださいといったイメージですね。さて、では無事にライブ会場にたどり着いたら、あとはライブを楽しむだけなんですけれども、VR チャットのライブはシステム的にちょっとした設定の注意点があります。まずはボリュームです。基本的には各アバターから各プレイヤーの声が聞こえるようになっているんですが、ライブをするときは遅延防止のためにちょっといろいろやっているので、ビアンキーのアバターから B ちゃんの声が出るのではなくて、ワールド、その世界からワールドから歌声が聞こえるようになってます。なのでメニューを開き、スピーカーのアイコンをクリックしてオーディオを開きます。このワールドのボリュームが小さいとビアンキーの音が聞こえません。なのでライブ前にオーディオ設定を確認しておきましょう。誰とも話さないし音楽だけ聞いていたいっていう場合は、逆にボイスをゼロにすれば他のお客さんの声が聞こえなくなって音楽だけが聞こえる状態になります。さて次なんですが、これはもうそういうものだと思って、処理してください。メニューを開いて右上から大きくします。そして下の歯車のアイコンをクリックして、左のコンフォート&セーフティを押します。 Allow Untrusted URLs ですかね、にチェックを入れておいてください。もう入ってるっていう方はそのままで OK です。さて最後にですね、ライブ中に音がいきなり途切れたり聞こえなくなったりすることがあります。もし音が急に聞こえなくなってしまったときは、ライブ会場の扉の横にあるリシンクというボタンをクリックするとまた聞こえるようになります。仕様上ですね、これは今のところ仕方がないので、聞こえなくなってしまった場合はクリックしてください。さてこれでもうライブを楽しむことができるんですが、ここからはですねちょっとした注意点です。ライブハウスなんですけれども、僕がゼロからちょっと探り探り作ってるので、ライト演出とかパーティクル VJ などをコントロールするブースがあったり、実は入り口から奥にそのまま突っ切ると楽屋に行けたりします。特にですね鍵とかは現状かけてないんですけれども、ライブの時はですねその部分だけは立ち入らないようにお願いします。言ってですね、僕らもですねまだまだ VR チャット慣れていない部分が大きいので、演出ボタンとかをですね急に押されてしまうと多分僕テンパっちゃいますので、その辺だけお願いします。逆にライブじゃない時とかに、もしこのワールドにいらっしゃる時があれば、その時はもう本当に好きにいじくり回してもらって全然構いません。というわけでですね、ビアンキーの VR チャットのライブに参加するための流れをですね、解説をしてきましたが、とりあえずライブハウスまで来てもらえればですね、僕だったりちょっと他の方だったりがサポートしますので、そこは安心してください。まあ、ひとまずですね、VR チャットのライブってどんなものかなと見に来てくれると嬉しいです。僕個人としても VR チャット内で皆さんとお話できるのを楽しみにしております。それでは今回はここまでになります。お疲れ様でした。